横浜市立大学のキャラクターヨッチーだよ。医学部に遊びに来た小学生いっちゃんだよ。これからヨッチーが横浜市立大学医学部の学生をテストするから、いっちゃんも一緒に勉強しよう。いっちゃんに怪我をした時の処置の仕方を教えてね。今回のテストはこれだ。どうしたの？これこれ、早く早く。うわぁ、捻挫だね。目の前でこのバナナの皮に滑って転んだのよ、こんな風に。あぁ、いっちゃんまで転んじゃうからやらなくていいよ。捻挫の処置が僕のテストだね。そうだよ、頑張って。じゃあ早速説明するね。いっちゃん動かさなかったのは正解だよ。無理に動かすと捻挫が悪くなってしまう場合があるんだ。まずはそのまま安静にすることが大事だよ。そうしたら処置しやすい場所に移動する前に次のことをするよ。捻挫したところが動かないようにテーピングや包帯、三角巾などを使って捻挫の部分を軽く保護するよ。処置のしやすい場所に移動したら次に冷やそう。氷のうや氷をタオルで包んだもので冷やすといいよ。どのくらい冷やせばいいの？1回の冷やす時間は10分から15分以内。捻挫の部分の感覚がなくなったら一度冷やすのをやめよう。感覚が戻ったらまた冷やす。これを何回か繰り返すんだ。ゆうくんの処置はなかなか的確だね。感心感心。一つだけ補足すると、市販の冷却スプレーも効果があるよ。冷却スプレーを使うことでも腫れや痛みを抑えられるんだよ。ゆうくん、続きも頑張って。何回か冷やすのを繰り返したら次は包帯をしっかり巻き直すよ。テーピングを使ってもいいんだよ。こうやって捻挫した部分を固定するんだ。最後に捻挫した部分を心臓より高い位置に置くよ。どういうこと？足を上げて心臓より高い位置を保つんだ。ずっと持ってるのは大変ね。それは失礼、いっちゃん。こういうふうに何でもいいから置いてあげると捻挫をした人も楽な体勢を保つことができるよ。なるほど。足を心臓よりも高く上げるのは血液の流れを減らすため。普段心臓よりも下にある足、その位置が高くなることで血液の流れが少なくなるんだ。そうすると捻挫の腫れ方がひどくなるのを防げるんだ。ではいっちゃん、復習してみよう。1、捻挫した部分を氷のうや氷をタオルで包んだもの、または冷却スプレーで冷やします。10分から15分冷やし一度やめます。そしてまた冷やします。2、次に捻挫した部分をテーピングや包帯などできつく固定します。3、最後に捻挫した部分を
心臓よりも高い位置にして安静にします。いっちゃんありがとう。楽になったよ。よかった。ところでゆきちゃん、ゆうくんは合格かな不合格かな？合格。どうして？だって優しいんだもん。ありがとうゆきちゃん。おー、恋ですぞ恋。二人は恋してますぞ。いちこには刺激が強すぎるわ。